つまりは好奇心に囚われてたんだ。大切なものなら壊したんだ。明かりの灯らないホールケーキ、木製の君と踊ってたんだ。クローゼットで待った今日も、小さな体ただ寄せ合って、眠るのさ変わるのさ、想像たやすい安全。私だからこんなのどこにも行かないで、戻った状態の鈍い目を覚ませ、夜のうち片付けたおもちゃ、無邪気なままでまだ痛かった。Peace.